こんにちは、皆さん。今日もワンフレーズ英会話を学んでいきましょう。タイトルはラン、ウィズ、ザ、アイディア。これはそのアイデアを発展させてみようや、その着想を実行に移そうといった意味で使われるフレーズです。例えばチームミーティングで良い提案が出た時、このフレーズを使ってランウィズザアイディアということができます。これはその提案を実際に試してみようというポジティブな反応を示しているんですね。または誰かが面白い考えを思いついた時にも使えるんですよ。それいいね。ランウィズザアイディアしてみようかという感じで、このフレーズはクリエイティブな場面や協力して何かを作り上げる状況で特に役立つでしょう。覚えておくと協力的で前向きな印象を相手に与えることができますよ。ではこのフレーズを覚えて実生活で活用してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。